マルティーヌ・キャロルは、バルドマルヌ・ケンサンマンデ出身のフランスの映画女優。フランス映画界のスターである女優ミシュリーヌ・プレールと、アンドレ・リュケとの出会いが、人生の最初の転機となる。リュケのアドバイスに従い、ロベール・マニュエルとルネ・シモンの下で演劇を学んだ後、舞台女優としてのキャリアを積んだ。マリーズ・アルレイの芸名で、ルネサンス劇場における、フェードルで、マルセル・ムルージの相手役として、 初舞台を踏む。占領下の時代、多くのフランス人俳優と同様に、アルフレッドグレーベンの支配下にあった、ドイツのコンチネンタルフィルムの資本による映画に出演した。アンリジョルジュ・クルーゾーの目に留まり、コレット原作、メスネコレ社の映画化にキャスティングされるが、制作には至らなかった。1941年、6人の最後のもの。 レベルニエデ6で、ピエール・フレネー、ジャン・テシエと共演、レーミュー主演、レアン・カヌー・ダン・ラ・メゾンに出演するも、いずれもクレジットはされず。1943年、マルティーヌ・キャロル名義で、ペリエ、ポール・ムリスと共に、ラ・フェルモ・ルーに出演。以降は、定期的に、彼女の名前が、フランス映画界を賑わすことになる。主なものとしては、ジャン・ギャバンと共演した、ツラ・皮を、ハゲ、 ミロは、ピエール・ブラッスールと共演した、火の接吻、歌手のルイス・マリアーノと共演した、ジュエヌ・エメクトワが挙げられる。キャロルの名前は、セシル・サン・ローランの同名小説の映画化作品、キャロリン・シェリーのヒロイン、カロリーヌと長年結びつけて記憶されてきた。キャロルは、革命の時代を生き抜き、帝政に決然と立ち向かいながら、 一方で女性の武器を惜しみなく駆使する、魅惑的な美貌の女性を体現している。1954年、フランスの映画監督、クリスチャン・ジャックと結婚。クリスチャン・ジャックは、ボルジア家の毒薬ルークリース・ボルジア、マダム・ジュバリー、女優・ナナナナ、ナタリーなどの映画でキャロルを1950年代のセックスシンボルの一人と認識させるにふさわしい役に、キャスティングした。この時期には、 サシャギトリのベルサイユ・カタリーナバ、SI ・ベルサイユ・ M、エイテ・コンテに出演するもシーンはカットされる。しかし、マックス・オフィルスの歴史は女で作られるローラ・モンテイスに主演し、公開時は理解されなかったが、その後彼女の代表作となる。その後も、テレンス・ヤングの虎の行動アクション・オブ・ザ・タイガー、アベル・ガンスのナポレオン・アウステル・リッツの戦い。 アウステルリッツ、ルネクレールの、フランス女性と恋愛ラ・フランセイズ・イラ・ムールなど多くの有名監督の作品に出演し、ジェラール・フィリップ、ラフ・バローネ、シャルル・ボワイエ、ビットリオ・ガス・マンラーと共演した。1960年代に入ると、1950年代の、キャロルを彷彿とさせるブリジット・バルドーの台頭によって、キャロルの名声は陰りを見せ始めた。完璧で、 人工的な大画面によりキャロルの栄光を作ってきた映画は同様にヌーベルバーグや彼女が無関心であった自然主義によって彼女を衰退へと追いやった。彼女は非常に落ち込んで薬物乱用に走り体重が激減した。4年の空白とイギリス人実業家との結婚の後、英国映画ヘルイズ・エンプティーに主演したがすぐには公開されなかった。 数年ぶりの映画をモナコで撮影する予定だったが、1967年2月6日午前2時半、モンテカルロのホテルとパリの自室で、夫が亡くなっている彼女を発見した。死因は、心筋梗塞であったが、根拠のない自殺説が広まった。彼女は、最初にパリのペール・ラシェーズ墓地に葬られたが、墓が荒らされた後、アルクマリティーム県カンヌのグランジャス墓地に、 埋葬し直された。1947年4月10日、キャロルは当時の恋人、俳優ジョルジュ・マルシャルが女優ダニー・ロバンに心変わりしたため、酒と薬を飲んだ後アルマバからセーヌ川に身を投げた。彼女を救い出したのはタクシー運転手であった。彼女はその後4回結婚している。スティーブ・クレイン、アメリカの俳優、料理店主。1948年に、 結婚、1953年に離婚。その後彼は、ラナターナーと二度結婚している。クリスチャン・ジャック、フランスの映画監督。1954年7月15日結婚、1959年離婚。アンドレ・ルベ、フォールド・フランスで出会った、若い、フランス人医師。百五十九年八月三日、結婚、百六十二年離婚。 トーマス・エランド、イギリスの実業家。1966年2月8日結婚。また彼女は、ギャングのピエール・ルトレルによって誘拐された。しかし短期間で解放され、翌日謝罪として、バラが届けられた。ありがとうございます。